どうも皆さんこんんんここにちはこんばんはばナッツです今回はエイリアンファイアチームエリートの動画になるんですけどリコンの個人的におすすめなパーク構成の一例ご紹介しますこのクラスって英語表記だとリコンって読むと思うんですけど日本語版だとレコンって書かれてるんですよねまあ、この動画ではリコンで統一させていただきますで今回ご紹介させていただくパーク構成なんですけどこちら PUPS PU パップスって読むのかな ちょっと読み方間違ってるかもしれないんですけどこのアビリティがすごい強いのでできるだけこのアビリティ関連のものを多くつけるようにしてますはいそれでは早速なんですけどもこちらパップススキャンするアビリティですねこれのリチャージ速度をプラス40%持続時間をプラス60%まで上げてますなので全体の半分ぐらいはリチャージ速度を上げるパークだったり持続時間を伸ばすパークがついてます できるだけリチャージ速度とか持続時間を確保したらそこからはできるだけ p u p s p u p s 関連のパークをつけるようにしてます。 まずこれはパップスを起動すると精度と安定度が50%上昇するというパークなんですけどできるだけパップスというアビリティから得られる恩恵を増やしたかったので今回これをつけてるんですけどこれはもちろんあった方がいいパークではあるんですけど必須ではないような気がするので好みに応じて他のパークと入れ替えていただいても致命的にはならないと思います続いてこれは必須パークになるんですけどスキャンされたターゲットが30%遅くなるようになるということで敵が接近してくる までの時間に少し余裕ができるしもちろん攻撃もある程度当てやすくなるので一番おすすめのパークですね。 しかもこれだけの効果でたった2枠でつけれるのでどんな構成を組むにしてもつけておきたいパークになると思います続いてこれもおすすめですね位置を把握したターゲットに対する自分のチームメイトの余ダメージが10%増加チーム全体の火力が上がるのでこれもおすすめです次はこちら位置を把握したターゲットをヘッドショットで倒すとアビリティが15%リチャージされるというものなんですけど間違ってたら申し訳ないんですけどこれ説明文を読む限りだとパ スキャンした時に効果を発揮するものになりますので今回の構成と結構相性がいいかなと思ってつけてるんですけどこれを入れ替えたい場合は例えばなんですけどこちらダウンレンジとかと入れ替えてもいいかもしれませんそして余った4枠迷ったんですけどこれをつけてますチームメイトに攻撃している敵を倒すと自分とチームメイトの銃が瞬時にリロードされるというものになります 結構便利な効果ではあるんですけどこれをつけてる理由っていうのはどちらかというとこの横にあるパークこのパークに関係してますこれもセットでつけることによって先ほどの効果とアビリティの残りリチャージ速度も10短縮という効果がつくのでアビリティの回転率が上がるのでこの2つで4枠使ってしまうんですけど結構便利なパークではあると思いますのでありだと思いますまあこれはあくまでも一例になりますのでここから自分好みにカスタムして使ってみてください はい。ということで、ざっとご紹介させていただいたんですけども、本日の動画いかがでしたでしょうかよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして少し前にツイッターが新しくなったんですけども、概要欄に新しいツイッターの URL ありますので、そちらからフォローよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。